古志南線は岐阜県美濃加茂市の美濃大田駅から岐阜県郡上市の北濃駅に至る長良川鉄道の鉄道路線である。元は日本国有鉄道の路線で岐阜県と福井県とを結ぶ鉄道として着工されたが全通は果たせなかった。福井県側の古志美北線は西日本旅客鉄道に承継されたが岐阜県側の古志南線は国鉄分割民営化を前に 特定地方交通線に指定され、第3セクター鉄道化された。なお、かつて、古南線美濃白町駅と古志美北線くずり駅との間は、国鉄バス大野線で連絡していたが、大野線は、JR 東海バスへの承継後、2002年に廃止された。美濃市付近から終点北の上駅まで長良川に沿って走っており、かつては、眺望を楽しめる。 トロッコ列車を1992年から2003年まで運転していた。トロッコ列車は全席指定、美濃市駅美濃白町駅間の運転で、途中停車駅は大谷駅、九条八幡駅、九条大和駅であった。2003年にトロッコ列車を牽引する機関車が脱線事故を起こし、以降は運行されていない。関駅美野市駅間は、 並行する名鉄美濃城線の新井関駅、美濃駅間が1999年に廃止されたため、駅を増設して、同線の代替機能を持つようになった。長良川鉄道時代に、駅数は26から38へ増えた。2016年4月27日から、車内で沿線の食材を使った料理を提供する、水戸海江寺デザインの観光列車、長良、が、金、土曜、 休日を中心に、美濃大田駅北納駅間で1日1往復運転されている。なお、普通運賃35人分の金額を貸し切り運賃として、旅客車1両を貸し切り使用することができる。その場合、乗車日前の所定の期日までに申し込みをすることによって、通常運行の列車に1両が増結され、増結分の車両が貸し切り旅客車に充てられる。沿線に、 群青踊り、白鳥踊りといった観光資源を抱えており、例年8月13日から16日までの鉄屋踊り期間中には、郡上八万駅及び、美濃白鳥駅までの臨時ダイヤが組まれる。2014年3月までは、土日祝日に限り大人2000円にて1日乗り放題のフリーギップが販売されていたが、同年4月の運賃改定の際に廃止された。 2017年7月に大人2700円に値上げの上で数年利用可能として販売が再開された。美濃大田駅美濃白町駅、北農駅間の直通系統と区間運転として、美濃大田駅関駅美濃市駅、湯野洞温泉口駅、九条八幡駅間、朝6時台、夕方16時台、夜19時台に美濃白町駅北農駅間の系統がある。 区間運転を含めると1日24往復以上で国鉄時代よりも列車本数が増加している。定期列車は基本的に全便ワンマン運転を実施しているが団体車両の増結時には一般客が乗車する車両のドア開閉と運賃収受のため車掌が乗車する場合がある。ワンマン列車では有人駅でも運賃は車内収受となる。 美濃大田駅美濃市駅間が1時間に1から2本程度、美濃市駅美濃白鳥駅間は1の2時間に1本程度運行されている。美濃白鳥駅北農駅間は本数が少なく3時間ほど運行されない時間帯がある。道路線で運転される車両にはトイレがないため一部の駅にて数分間停車する。夜間対白が行えるのは関駅と美濃白ク駅のみのため、 朝には、関駅発湯のホラ温泉口駅行き、夜に、美濃市駅発関駅行き、二重時代に、北農駅発美濃白町駅行きの改造列車がある。古志南線は、山間部を走ることから、しばしば台風、洪水や大雪などの災害で長期間不通になる、ことも、少なくない。これまでに、災害で、おおむね一週間以上不通となった区間とその期間は、以下の通り、 コシミナミの輸送実績を可表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、1987年度以降の最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。コシミナミの収入実績を可表に記す。表中、 収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、1987年度以降の最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。コシミナミに関するカテゴリー。ありがとうございます。